変数の添え字を指数に変える、そんなことが許されるのだろうか。その答えはこのお話を聞いてもらえればわかるはずだ。xn 乗の微分は確かこの公式で計算できるんだったね。さて次の公式は、あれ、なんだこれは。どうしたのずんだもん。メタン、ちょうどいいところになんか変な等式が出てきたのだ。とうとう問題が現れてしまったようね。ここに並んでるのは多項式の列のように見えるわ。そして n 番目の多項式を微分した結果は n-1 番目の多項式を使ってこのように表せる。ただし p0x は0でない定数のようね。なるほど、つまりその条件を満たす多項式の列を求めればいいのかな。そういうことになるわ。確かさっき似たような式を見かけたのだ。例えば pnx=xn 乗の時、 xn 乗の微分はこの公式で計算できるんだったね。これはさっき問題で出てきた等式に一致しているのだ。なるほど、確かにそうね。この意味で pnx という多項式は xn 乗の一般化とも考えられる。他にこういう例は思いつくかな。そうだね。とc を定数として x+c の n 乗という多項式はどうかな。まあ確かにこれも微分すると同じような結果になるわね。じゃあ他の例はあるかな。なかなか人使いが荒いのだ。ちょっとこれ以外となるとなかなか思いつかないね。気をつけて、ヒントが来るわ。え、何に気をつけるって。うわ、これは pnx が何やら複雑な式で与えられているわね。これってどういう式になってるかな。そう言われてもちょっと困るけど、k は0から n まで動いていて xk 乗の定数倍が足し合わさっている。ということはこれは x に関する n 字多項式になっているのかな。どうやらそのようね。k=n の時を考えると a0=0 であることから n 字の項の係数は0でないことがわかる。そしておそらくこの pnx は問題の等式を満たしている。でも一体どう示せばいいのかしら。ちょっと待って、メタン、この式って二項定理に似てない？どういうこと？詳しく聞かせてちょうだい。仕方ない、この僕が教えてあげよう。x プラス y の2乗を展開すると x2 乗プラス 2xy プラス y2 乗となる。これを一般化したものが二項定理であり、x プラス y の n 乗を展開した結果はこのような式で得られるのだ。ここで各項の係数は二項係数 nk で与えられているね。確かにそうだったわね。でもこの二項定理がどう関係してくるの？大丈夫、慌てなくていいのだ。ヒントに出てきた pnx の式を見てみると、これは二項定理の式によく似ている。試しにここにある an-k を an-k 以上に書き換えてみよう。え、そんなことしちゃって大丈夫かな。するとこれは二項定理の式に一致し a+xn 乗となるのだ。まあ興味深い考察ではあるけど、ここの a って一体なんだろう。この時点では an-k は与えられていたけど、添え字のない a って与えられてなかったよね。まあ細かいことは気にしないのだ。さて話を続けよう。 pnx は a+xn 乗と対応していることが分かった。すると pnx の微分は a+xn 乗の微分と対応しており、その答えはすでに分かっているのだ。そして今度はここの部分を対応させると、この等式が証明できたのだ。ちょっと待って、本当にそうなのかな。多分そうなのだ。ずんだもんが教えてくれた証明はなんだか不思議なところがある。この証明では a の添え字が a の指数に書き換えられている。そんなことしていいとは思えない。やっぱり普通に計算するしかないのかな。いやでもこの証明には何かが隠されている気がする。それは一体。これは何？まさかそういうことだったの？ Lα k 乗 =ak。 え、急にどうしたのだ。これが今回の問題の鍵を握る式よ。ここでは L という関数によって変数 α の形状が定数 ak に紐付けられている。この関数 L を線形に拡張しましょう。つまり α に関するこのような多項式を L で写す。これに関しても L は α の形状を定数 ak に置き換える。このように考えることにしましょう。L は実数を実数に移すのではなく、あくまで α の多項式を実数に移すという点には注意が必要ね。また L は線形である。言い換えれば α の多項式 fg に関して f と g を足してから L で移しても、先に L で移してから足しても、その結果は変わらない。さらに f を c 倍してから L で移しても、L で移してから C 倍しても、やはり結果は変わらない。ここでは証明しないけど、L の定義に従って計算すれば、これらの性質を示すことができるわ。はあ、そうなんだ。でもこれがさっきの問題とどう関係してくるの？大丈夫、慌てなくていいのだ。真似しないで。では、L を定義するこの式と、さっきの PNX を見比べてみましょう。問題となるのはここの部分で、L は線形に拡張したので、 L を使ってこのように式変形できる。逆向きに式変形してみると、確かにここの統合が成り立つことがわかるわね。確かに。つまり L によって添え字と指数が結びつけられた。そして L の中身は本当の意味で二項定理の式に一致しているから、このような形の式になるわ。これは興味深いのだ。したがって α+xn 乗は L を通して PNX と紐付けられたことになる。ここで PNX を微分する代わりに α+xn 乗を微分しましょう。その結果はもう分かっているわね。次に両辺を L で移すことを考える。実はここで DDX と L を交換できるわ。これについては後で説明するわね。そしてこの式を当てはめると PNX の微分になる。一方、こっちの計算を進めると L の線形性を使い N を外側に出して再びこの式を当てはめることで結果はこのようになる。つまり求めていた結果が得られたということになるわね。なるほど、これは確かに PNX の微分が L を通して α+xn 乗の微分になってるのだ。そういうこと。さて、ちょっと後回しにしていた部分について説明しましょう。この式変形では L と DDX を交換していた。その正当性を確認するため、ずんだもんこの式を計算してみて。急に振られたのだ。あれ、これって中身が単項式だけど多項式じゃなくっていいの？多項式の場合も単項式の場合とほぼ同じように示せるし、あるいは単項式の結果を簡単に多項式に拡張できるからね。へえ、そうなんだ。じゃあとりあえず単項式を対象としてX で微分してから L で移すとなると、まず DDX を内側に持ってきて、それから αi 乗を L で移せばいい。逆に L で移してから X で微分すると L は αi 乗を対象としているからこうなって、 DDX は内側に持ってこれる。そして両方の計算結果が一致しているので L と DDX は交換できるのだ。いい感じね。つまり DDX は X を対象としているし L は α を対象としているから互いに干渉しないので、どちらが先でも結果は同じなのよね。なるほど、そういうことね。さて、お話をまとめると α 形状を AK に対応させることで α+xn 乗が PNX に対応し α+xn 乗の微分が PNX の微分に対応した。これで PNX の微分に関する等式がちゃんと証明できたことになるわね。なるほど、僕の素晴らしい証明の裏にこんなに美しい理論が隠されていたとは。というわけであの後私もいろいろ調べてみたわ。ほう、聞かせてもらおうか。ある多項式の列が今回の問題に出てきた関係式を満たすとき、これらの多項式の列をアペル列というらしいわ。へえ、名前がついてたんだね。その最も基本的な例が xn 乗で表される単項式の列ね。この意味でアペル列はべき上の一般化とも考えられる。またヒントに出てきたこの式は同値な条件の一つね。つまりアペル列は全てこの形で表されるということになる。そうだったんだ。さらにこの条件もアペル列の条件に同値であることが知られているわ。この式も二項定理に似ている。っていうかこれって二項定理の一般化になってるのだ。見比べてみるとアペル列がべき上の一般化になってることがよくわかるわね。最後にアペル列の重要な例を紹介しましょう。n 番目のベルヌーイ多項式はこの式で定義されるわ。これはベル列の条件そのものだね。あ、でもここの定数が。そこにはベルヌーイ数という定数が入るけど、ベルヌーイ数の定義については省略させてもらうわね。とりあえず有名な定数によって有名な多項式が定義されるってことね。まあそんな感じね。さて、ベルヌーイ多項式を順に並べると、B1、B2、B3、B4、B5 という風に続いていくわ。これらのグラフは x イコール2分の1を中心に対照的な形になっているわね。ちなみに y 軸の範囲は 0.2 までにしたので、 B0 は画面よりだいぶ上に飛び出ているわ。n 番目のベルヌーイ多項式は確かに n 字の多項式になってるのだ。しかも n 字の項の係数は1になってる。ちょっと x のべき乗に似てるかもしれない。またベルヌーイ多項式はベル列なので0の微分の等式を満たすわ。まあこれは予想通りなのだ。さらに微分の代わりに差分を取るとこのような結果になる。ただし差分とは x プラス1における値と x における値の差を取るって意味ね。どういうこと？ bnx の差分が xn 乗の微分になってる。なんか混乱するのだ。ベルヌーイ多項式って不思議よね。ak を α 形状に対応させたり、べき乗を一般化したり、このように添え字を指数のように扱う手法は陰計算と呼ばれているわ。アペル列はその主要な例の一つね。陰計算、なんだか不思議な名前だね。それでは皆さん、ごきげんよう。ではまた。